それは6月1日の早朝、駅員さんもまだ出勤してこない駅の一角にお母さんが知らない光景がありました。静かですが、どこか緊張をはらんだ行列ですね。それもそのはず、山形新幹線翼の一番乗りを目指す方々でした。東北新幹線も乗りましたし、上越新幹線も乗りましたし、一番の乗ってます。いかにもマニアっぽい方。時刻表と折りたたみの椅子が鉄道マニアの必需品。ところで、列の先頭にマニアではなさそうな方を一人発見。なぜ一番乗りなんです？前々から子供と一緒に旅行をしたいと思ってました。で、どうせだったら4月1日に開通する山形新幹線翼にじゃあぜひ乗って山形に旅行しようというふうに思いました。日曜日のたんびに約束破ってんでしょうね。その罪滅ぼしに開通日一番列車の最初の席なんて、マニアが怒ってますよ。競争率高そう。全国で狙ってるんですから。全国の緑の窓口は1350箇所。それに引き換え翼の指定席はたったの215席。午前10時の発売と同時に座席予約のボタンが押されるんですが、座席の埋まり方、晴れ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 、もういっぱい。ちょうどこの速さで売り切れるだろうと予想されます。窓口の方頑張ってね。機械にも火が入り、窓口の係の方々も顔を揃えました。そういえば会社はもう始まってるんだ。正確を期するため窓口に時報を鳴らします。5時間待ちました。いよいよ戦闘開始。発売が始まった。全国でボタンが押されてますよ。係の人、あの、もっと早くなりませんか、その指先。あら、どうしたんでしょう。3番に並んだマニアの方、お帰り。どうでした？取れませんでした。乗れなかったです。1枚なのに。開通する路線の一番切符の競争率ってすごいんですね。結局何分で売り切れました？10時ちょうどに発売して、そうですね、ものの5秒か10秒じゃなかったでしょうか。売り切れ10秒、翼は人気です。トップに並んで指定券2枚を手に入れたのはデザイン会社を務め片山さん。私たちこの方の追跡をお願いしました。6時30分、これが値打ち門の切符。2枚取るのも大変なんだ。その夜の片山家です。学校休まなきゃいけないんだけど。休んじゃいやー、そう簡単に言えるもんじゃない。いや、学校もお父さん、長男の渡るくんと旅をしたかった。このいきなりの行動は家族から猛反発を食らってました。7月1日に乗らなくても電車は毎日走ってるんでしょうと奥様。あの子いつも思いつきなのよとお母さん。男のロマンを分かっちゃくれない。お父さんは知ってました。渡るくんは電車マニア。今度の旅でお父さんとの友情が生まれるかも。お父さんの強引さが成功。こうでしょ。山形への親子一泊旅は実現の運びとなりました。しかし渡るくん興奮のせいか少しお腹を壊してます。お母さんお小遣いをくれないで薬をくれちゃった。山形新幹線翼、明日の旅立ちに備えてます。おやおや、てるてる坊主がトリオですな。そして渡るくんの机にはいつの間にか一番上に翼号。もういい加減に寝なさいよ。明日起きらんないわよ。てるてる坊主が3個分の青空を持ってきてくれました。お父さん半年ぶりの有給休暇。渡るくん学校へ欠席届け。こんな賑やかな駅を見るの初めて。いやー、そりゃそうです。最新車両が在来線へ乗り入れるという初めてのケース。晴れがましいな。指定券を5時間並んで手に入れた実感、その実感が近づいてきます。机の上の写真じゃない、本物が動いてる。まだ誰も乗ってない。お父さん煽る煽る。その席をお父さんが持ってきたんだと言いたい。ありました、2つの席が。この席に座る。僕が最初のお客さん。
片山さんの男同士の親子旅とともに、追跡のカメラも旅を始めました。こちら側に父の会心の笑みがあります。男は息子と旅をすべきだ。何年も前から思っていたことが翼開通とともに今日実現したんです。渡君、車内の探検に出かけました。ここが先頭。このドアの向こうに、そうです、立ち入れない渡君に代わってカメラがお見せしましょう。翼号の未来空間を見るような運転席、ほとんどが自動制御。最高時速240キロ、東北新幹線軌道で日本列島を北上した翼は、福島駅から奥羽本線に入ってまっすぐに山形へ向かいます。山男だったお父さんは昔同じルートを夜行列車で行ったもんです。時代は変わりました。こんなに早くという感じで山形着。渡君、翼を手でも実感してみます。これぞ生きた勉強。さて、列車とお別れですが、この切符渡すの嫌だな。これ記念でもらえますか。それはこちらで判子してもらってます、ね、切符に判子、そういう手があったんですか。向こうの判子を押してもらえば記念に持ち帰れるんです。さあ、親子の旅が始まりました。駅に着いたら快適な迎えのバスが待っているお母さんとの旅とは違って、元山男のお父さんの旅は地図と足で稼ぐ旅。お父さんがまず目指したのは蔵王山頂への旅でした。東京生まれ、自らもやしっ子を自覚した若き日のお父さんは東北の山歩きにアタックしました。中でも蔵王は四季折々に訪れた山。美しかった蔵王のお釜の水の色、長男に見せてやりたい。ところが、おやおや、山頂はこの通り。気をつけろよ。もっともっともっと行かないと見えないよ。こっちと見えない。それでもお父さん、あっちが勝っただけ、こっちが熊野岳と見えない景色を見せたいんですね。では、お父さんに代わって追跡がお見せしましょう。蔵王の神秘的な夏の朝の始まり。そして、日の光とともに刻々変わる蔵王お釜の水の色。そうです、親と子で出かければ見えない珍しいものも見えてくる。翼が結ぶ道のく発見の旅、涼しい風も待っている。片山さん親子なんですが、夏の山形を目指しました。蝉の声最上川、夏の山形いいね。いいですね。森から7月1日山形新幹線翼開通したわけですが、ちょっといろいろありましたが、それはそれ、こっちに置いときまして。でもね、開通を機会に旅に出るってなかなか知恵がありますよ。どんなところがですか。だってね、お父さんっていうのは、なんといっても日頃仕事に追われて、息子や娘となかなか付き合う機会がない、だからといってね、いきなり、おい、旅にでも行こうかっていうのもわざとらしいし、開通をきっかけにするのは自然だし、記念にもなるし、いいじゃないですか。お父さんはいい知恵を働かしたということですね。と思いますね。さて、道の駅山形に行くには、翼は福島から奥羽本線に入りまして、米沢を通って山形へ参ります。山形をベースにして、山寺や酒田、いろんなところに足を伸ばせるというわけです。子供さんもお父さんと一緒なら、お小遣いを使うかもしれないし、すごい考えですけど、まあ、親父さんとの絆、親子の旅、いよいよスタートです。翼で行く山形寺、またふるさとが近くなりました。今日の数字は40。追跡を見てもまだ余ります。なんでしょう。皆さんもお考えください。親子で歩けば珍発見、翼で行く道の駅山形の旅、ごゆっくりどうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。周りは夏木立。元禄の頃、松尾芭蕉がこの地を訪れたのもちょうど今の季節だったんですね。山寺の長い石段、昔山歩きで鳴らしたお父さん、足腰の衰えを感じるのはこういう時でしょうか。
これなんて書いてあるの？静けさや岩にしみいる蝉の声。あのお言葉ですが、静けさやではなくて静かさやが正解。国語の課外授業です。正確に。山寺にセミ論争あり。岩に染み入ったのはどちらのセミの声か。かつて文学者と詩人の意見が真っ二つ。改めまして、追跡がおせっかいにも実験です。ニーニーゼミ。雰囲気出してます。次、アブラゼミ。いいないいな。では番外ながら、夏に出番の多いという日暮らしの声。追跡は岩に染み入る日暮らしをおすすめしたいな。さあお昼です。ファミリーレストランなんかじゃありません。お父さん大胆にもわさびを入れさせました。ちょっぴり大人になった気分かな。お待たせいたしました。七滝さん、布さらしの滝さん、お蕎麦入りますね。いやー、蕎麦の本場には面白い仕掛けがあるんですね。お蕎麦のセット、さすが本場、お安いんです。尾花沢の銀山温泉に珍しい誕生こけしというのを見つけました。生まれた赤ちゃんの体重身長に合わせて特別製のこけしを作ってくれるんです。45センチ。お子さんが成長した時、こんな重さでこんな背丈だったよと見せてあげるんでしょうか。おじいちゃんおばあちゃんからのプレゼントとして人気があるそうです。お値段はこれくらい。こけしの宝庫山形にはいろんなこけしの工夫があるようです。おや、これは電報だって音が出るんですものね。こけしだって。こんにちは。片山さん親子が立ち寄ったのは蔵王こけしの製造元、田中さんのお宅。こけしの材料になるのは生地が白くて硬い木、よく乾燥させてあります。蔵王こけしの特色はご覧ください。優しく女らしい花の形、美人ですね。おや、片山さん親子はこけしの絵付けに挑戦。美人に描けたかな。二人の作品はそれぞれのお母さんに似てました。美人ですよ。道の区山形で忘れてならないもの、紅花。花は鮮やかな黄色なんですね。花を集めて突き固めると真っ赤な色が現れ、着物を染める染料として京都へ運ばれました。代わりに古い京の文化が持ち帰られ山形の地に根付きました。山形にも舞妓さんがいるんです。はい、この方々。よろしくお願いします。しかし京の本場をはばかるのか、こちらでは舞う娘と書いて区別しております。京の舞妓さんも愛用した紅花染めの赤い色の取り出し方。まずは紅花を水につけると黄色い色が出ます。これに梅の汁を加えるとアルカリ分が赤い色を引き出してくるのです。紅花の染め屋さんは手の爪まで赤い。それもそのはず、何度も赤い色をくぐらせて見事な紅花染めが出来上がっていきます。奥さんへのプレゼント、ちょっと無理かもね。その代わりこちらをお父さんはそっと買いました。甘党のおばあちゃんにはこっちがいいかもしれませんね。さあ、片山さん親子も家へのお土産を考え始めたようです。お父さんはやはり紅にこだわっています。京女が愛用したという京紅、これなら手頃なお値段。山形県の母なる大河は最上川。学生の頃、山歩き姿で川下りをしたお父さん、渡君にこの勇壮さを体験させてやりたかった。そして船頭さんのこの船歌も。貴重な一日の終わり。父の密かな計画は息子に日の沈む日本海を見せてやることでした。日本海だよ、これが日本海。厚みに向かってるんだよ、もうここ。計画通りでしたね、お父さん。こんにちは。いらっしゃいませ。ようこそ。いらっしゃいました。お疲れ
お父さんが選んだ日本海沿いの宿は、昔恋の痛みも治った、いや、その落ち着いた温泉の宿です。山形では召し上がるっていうこと、食べるっていうことをけって言いますので、僕けって食べるっていうこと、くって言いますので、だから僕けくそうくっていうのね。お父さんけく。これぞお父さんが待っていた男と男のツーショットなんだな。けけ正座させるといつの間にかでかくなっている我がせがれ、なんだか久しぶりに会ったような気さえするんです。そして今夜のハイライトは、自宅のお風呂じゃできない男同士のこんな楽しみ。わたるくんはお父さんの背中の広さを感じたかな。計らずも翼がもたらしてくれた親子のひととき、そっと覗いた日記にもしっかりと翼語。お父さんと二人の温泉旅館の夜、いいですね。男の子にはね、いい経験なんですよ。どうぞお前も一杯、やんなさい。ちょっと、でも相手は小学生ですよ。いいんじゃない、旅先だから。いいよね、それも終わってた方がいいわよね。ところでですね、もう私の前にも映ってるこの花、さっきスタッフが見て、わー、大きいタンポポと言ってましたけど、これは紅花でございます。この花はね、襦袢や腰巻きを染める染料になるんですよ。そしてその染料はね、保温効果があるんです。だから腰巻きは冷えないっていうんでしょうかね。さて、親子の道のくの旅はまだまだ続きます。翼で行く道のく山形、忘れちゃならないのが湯の湧くところ。山形県は西と東に火山帯が走り、それに沿って数々の出湯の里、その数96箇所。中でもユニーク第一はこの今上温泉。念仏の五加護とお湯の効能で病も退散、その名も念仏温泉。月山の山懐には肘の折れたのも治った言い伝えを持つ肘折温泉。こんな洞窟の奥にお風呂がある、これが本当の穴場。春や秋、近隣の農家の人々の骨休めでにぎわうという静かな湯治の場なんです。山形を代表する蔵王温泉には有名な大露天風呂。町の人でも旅の人でも自由に入れて、この料金、さすが道の区、天地の恵み。ここの温泉は強い硫化水素を含んでいます。で、どうなる？意外にも影響はこんなところに出るんですね。町で回収したお金を調べてみると、あらら、強い酸のため効果はみんなこの通り。でも使えるんでしょうね。しかし同じ成分が恵みを与えてもくれます。湯の町によくありますね、この光景。温泉の成分をこうして集めると湯の花が取れるんです。お湯の中にもこりゃ花が咲くよ、ちょいなちょいなと。元でほとんどいらず、これを自宅のお風呂に入れて温泉気分。日本の元祖入浴剤。山形はまた木材の宝庫。質のいい欅や桐から伝統の船ダンスが今も作られています。昔の金庫として北前船などに積まれ、たとえ船が沈んでも寸分狂いのない細工が中身を守ったという。この船ダンス、3人の職人が揃わないと作れないという代物です。伊藤さんは木と会話ができます。木目をどう使うかで完成したタンスの表情が変わるんです。伊藤さんに後継ぎはいません。基本の面取りを終わった木は、組み立て職人の円田さんのもとへ運ばれます。のみやカンナを使って木の中から命を取り出す役。船ダンスの外枠は硬い木で水を防ぎ、引き出しの部分は水に触れると膨張して、それ以上の水を中に入れません。こんな素敵な組み立て師の後継ぎもいません。組み立ての終わった船ダンスは伊藤さんのもとへ戻されます。漆塗りの作業が始まります。根気のいる仕事、そして始めると途中でやめるわけにはいきません。つーちゃんご飯だよ。うん、と言ってやめた試しはありません。奥さんいつも食事はお預けです。船ダンスを作り上げるもう一人が、城前金具の職人結城さん。
新しい金具を作るだけでなく、日本中にある船ダンスの金具が修理できるのはこの結城さん兄弟を除いてはいません。取っ手一つにしても既製のものはありません。デザイン見本があるわけでもなく、長年の勘をもとにした一本ずつの手作り、それでいて寸分の狂いもなし、これが本当の職人技。結城さんにも後継ぎはいません。さてこれからが正念場。金具打ちの作業、釘一本でも間違って打つと、これまでの3人の作業が水の泡、こもりっきりの作業が数日にわたって続きます。96時間かけて船ダンスの完成です。本来は持ち主にしか明かさないという船ダンスのからくり部分を特別に見せていただきました。山形の風土と根気が作り上げる芸術品。さて片山さん親子は山形の宝の山に入りました。うわこんなすごいよ。1200円で食べ放題のさくらんぼ、これぞ山形ならではの味。重い。甘い、うん、やっぱ萌えで食べる方がうまい、うん。道の区親子旅は終わろうとしています。弟の海斗君にはテレホンカードを買いました。翼の姿バッチリ。家を出て約36時間、久しぶりにしっかりとモテた父と子、男同士の会話、いい思い出になりそうです。一本の列車が作る新しい旅の形、この夏にいかがですか。片山さん親子もとってもいい旅ができてよかったですね、うんうんうん。ところであの切符の持って帰ることできるんですね。あれね簡単なんですよ。無効というスタンプさえ押してもらえばいいの。うん、そうなんだ、いろんなこと知ってる先生ですか。さてあのですね、もうこの山形なんですが、8月の5日から花笠祭りが始まりまして、はい、もう夏いよいよ真っ盛りっていう感じになるんですね。ですからね、うん、あのもうこの祭りの期間中はね、新幹線の指定席はね満席なんですよ。でしょうね。なんとしてでもいらっしゃりたい方は少し並んで自由席にいらっしゃってください。頑張ってください。でもこの夏山形ブームになりそうですね。本当になりますね。うん、私も行ったことあるんですけどね。さて今日の数字、追跡まだだから40分間あの縮小された時間が、そうですよね、正解は翼の登場で短縮された時間、はい、東京山形間で40分。今年の花笠祭りさぞや賑やかになるでしょうね。はあ、やっしょーまっかしょーのっちゃらっかちゃっと。ちゃんちゃちゃんちゃかちゃんちゃちゃちゃんちゃちゃちゃん、いいじゃないですか。でもね、40分短縮されるとね、うん、行ってみようかっていう気になります。今までは ね、乗り継ぎだったでしょ。乗り継ぎか飛行機でしょ。ですからこの山形新幹線っていうのはとても山形が近くなったと思いますよ。ちかちゃんなんか、まあ、芸能人の方は営業がしやすくなったんじゃないですか。いろいろこと言ってますけど。そういうこともあるんだ。私もまた天童に行ってみたいな。あ、そこもいいですね。いろいろありますからね、はい。さて明日はプロ野球でお休み、月曜日の追跡は紅の豚宮崎アニメの世界をお届けします。